八幡堀風景遊乱戦で行く水峡巡り明治橋。八幡堀は戦国時代に作られた滋賀県大見八幡市にある人工の水路。八幡堀の水運によって町は発展し、大見商人を生んだ。福音約15メートル、全長を6キロメートルに及ぶ。安土桃山時代に豊臣秀次が八幡山城を築城した際、市街地と琵琶湖を連結するために作られた。 城下町の都市計画として整備され、城を防御する軍事的な役割と、当時の物流の要であった琵琶湖の水運を利用する商業的役割を兼ね備えた。八幡堀により船や人の往来が増えたことで商業が発達し、八幡山城廃城後の江戸時代には、大見商人による町の発展に大きな役割を果たした。町は、 大阪と江戸を結ぶ重要な交易地として発展し、堀沿いには裕福な豪商たちの白壁の土蔵や、旧家が立ち並ぶ。八幡堀を含む、旧市街地約13.1ヘクタールは、大見八幡市八幡の名称で重要伝統的、建造物群保存地区として選定されている。造営天正13年、四国西伐で軍港を挙げた、豊臣秀寺は43万国を与えられ、 大見国八万山に城を築き、城下町を開け待ちした。その際、琵琶湖畔を埋め立て、八幡山周囲に八幡堀を改作した。自由商業都市を目指し、安土城下などの商人、職人を呼び寄せ、五番城に区切った城下町に居住区を設けた。堀の北側を武士、南側を町人の居住区一揆とし、さらに町人の居住区の西を、商人、北東を、 職人の居住区とした。堀は、八幡山城の防衛と、古城交通による物流の役割を兼ね備え、城下町の発展、繁栄に大きく寄与した。流星分六四年、秀次の自害を受けて、八幡山城は、廃城となったが、城下町は、消化庁として存続し、大見商人により繁栄を極めた。大見商人は、八幡堀の地の利を生かし、 地場産物を陸路や水路を利用して各地へ搬出し、各地の産物を持ち帰り、再び各地へ送り出すといった諸国産物回しと呼ばれる商法によって各地の産業振興に貢献した。また、大見商人の商売哲学、三方良しは他国での商売を通じて生まれた概念である。建造当初から堀には世割と呼ばれる排水路による下水システムがあり、 堀に溜まった汚泥は、船の運航に差し触る前に随時春節され、近隣の田畑の肥料として使われていた。また、その他の粘土を使って八幡瓦が作られていた。復旧事業戦後までは150国船が行き交っており、水運業者などによる定期的な春節が行われていた。堀には、世割から住民の生活排水が流れ込んでいたが、 汚染されたものやゴミは流さないという住民の心遣いもあり、昭和20年代頃までは綺麗な川だった。昭和時代後半になると、運河の機能を失い、おでをすくやげる、川ざらへも捨れ、昭和40年代になると、堀には、下水が流入し、川底には、ヘドロが堆積し、悪臭を放つようになった。昭和45年、地元自治会は、 堀の改修計画を市に陳情し、1972年に市は堀を埋め立てて、公園と駐車場にする計画を立てた。しかし、大見八幡青年会議所が、堀を大見八幡の誇りとして蘇らせようと、改修計画の見直しを市に迫り、八幡堀復活を求めて、署名運動、自主清掃活動を行った。昭和50年、蘇る大見八幡の会が設立され、 堀の保存集計運動は市民全体の運動へと展開した。翌年着工された堀の全面春節工事は昭和54年に完成した。1980年には市民、行政、研究者らによる町並み保全のための明日の大見八幡を考える研究会が発足した。保存と発展昭和57年、国土庁の水力都市モデル地区整備事業に指定され、 堀の石垣が復元され、堀沿いに遊歩道、浸水広場が作られた。昭和63年、ヤワタ堀を守る会が結成され、会員による除草作業が行われるようになった。平成4年、旧市街地を流れるヤワタ堀両岸と、新町通り、長原町通り、日村へヤワタクよ大地を含んだ一体13.1ヘクタールが、 大見八幡市八幡伝統的建造物群保存地区の名称で国の重要伝統的建造物群保存地区として選定された。2005年に文化財保護法が改正され重要文化的景観の保護制度導入の第1号に選ばれた。同時に市は大見八幡市風景づくり条例を施行し全国初の景観法に基づく景観計画。 水郷風景計画を立ち上げた。2006年には、八幡堀、町名寺川、西の湖一帯が全国で初めて重要文化的景観に選定された。暴れん坊将軍、鬼平犯課長、剣客商売、五家人山、苦労、流浪に謙信など、水運が発達し、船での移動が盛んに行われた江戸を舞台とした時代劇のロケ地になっている。ありがとうございます。